数来たね下関あれ今日で予約したと思うんですよあれ不具屋さんがいっぱいある店とこってあるんですか町町というか、専門でやってるとこはありますけどね、じゃあそこ行きますか。その運転手さんおすすめの店ってあります？おすすめ 今予約が危うい感じが後ろから聞こえてくるんで、ねはい、そうなんです。篠田に行ってみたらね、したら入っとるかな篠田が。篠田ですかね。あ、フグ篠田、はい、うん、ちょっと電話してみたり今から3人来ますけど、ちょっとその多分その篠田なんですよ。ええぐずりましたね。今日定休日らしくて。本当に火曜日定休日って書いてあります。あれ俺見せた確かに22って書いてあった先生どうしようかねこれ。うわ僕ら下は口の中はもうフグしか受け付けないから。運転手さんどうしたらいいと思いますかすいません。養殖はちょっと無理かわかんないですけど、あの北側ちょっと電話して北側ちょっと何名様ですか？3です。3名様ですね。ちょっと聞いてまいります。はい、はい、はい、お願いします、はい、もう向かってるんですけどこんなことあるすいませんちょっとコースで東京からフグ食べてきたもんめっちゃ確認してるな。もしかしたら2人前あるかもしれない。2人前だったらいけそうとかそういうことで。ああ、じゃあそれでもいいですよ。全然いいですよね。はい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 。全然歩道は対応できます。あ、やった。じゃあ今行きますから。お名前お願いします。あ、運転手さん、あとどれぐらいですか？あと5分ぐらい。もう今タクシーで向かってるんで。ありがとうございます。いやー、よかったー。いや、これでも、運転手さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、マジで。確かに、ファインプレーすぎて。いやー、ガッツポーズしてくれたっていう。ありがとうございます。あ、そうか。やっぱ山口の人、あんまりフグ食べないんですか？いや、やっぱ高いですからね。あ、だいたい専門でやられてる店ってあまりないですからね。ここは専門でやられてる。そう、見つからなかったらこれは絶対わかんないね。これやったちょっとキャンセルもう2000円で俺お釣りいらないって言ったら、いや素晴らしい。え、いや僕もいきなりシリーズだったんですよ、はい、じゃあシリーズだった天然でこんな安くないよ普通。金沢の高いのこれ、これ多分と5万円ですよ。5万ですよ。あのあそことかでも3ぐらいかな。いやー楽しいね。トラブルしかないけど本当トラブルしかないです。あの運転手さんカバーしてくれましたね。ナイスフォローでしたね。いやー運転手さん正直来たら絶対この店見つかんないよ。来てほしいよ。いやマジであの天然物今日用意できますって言ったのに、やったって。確かに確かに、はい、もう、ね、はい、そんな喜んでくれると思って、めっちゃいい人だなと思って。車いかついからどんな嫌な感じの人来るのかなと思ったら、運転手さん喜んだと。そう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 ですよ。あ、運転手さんが、そうめっちゃ喜んで、あるんですかって言ったのに、お、やったって言ったの。運転手さん、良さすぎますよね。めっちゃいい人っすね。だから僕、もうマジで、だからお釣りいらないですよ。1200円とか、ね、2000円でお釣りいらないから。だから何ごごりですね。はい、はい、めっちゃ楽しいからね。はい、フグの塩辛、初めてです。明太子漬け美味しいっす。うん、美味しい。うちのフグの焼きでしょ、酢飯でしょ。あ、いびき、これ結構辛いっすね。辛いっすよ。
でもおつまみにはいいっすね、うん、こういうことですね。うわ、な鍋最後です。武蔵の仏壇の立派。おお、フグネギと、おお、そうだね。ご立派、ご立派。わあ、立派もおかしいから。これはでも一人前か、これ。すごいな。一人前。わあ、贅沢。すごい。シービューティフル。え、これ北川って書いてあるじゃないですか。そうですね。たまたま来て。ああ、そうなんですか。たまたまですか。え、これ作ってもらったんじゃないですか、本当に。そんなことある。すごいでしょ。あとこちらも。なんでしょうね、ネギと一緒に食べると味が増すのは。そうですね、大変なんだろうな。この淡泊の中にその微妙な甘みっていうか、フグの美味しさがわからない人は結構多いらしくて、フグの味って何ってよく言う人がいるんですよ。それ多分養殖しか食ってないんですかね。ポン酢の味しかしないって言うんですよ。あ、これこそ地味深い味ですよね、うんうん、でちゃんとでも、あ、寝かせてるんですね。寝かせてます、寝かせてます。寝かせないとダメらしい。ちゃんとイノシン酸ありますよ、これ。身の味が、身の味ちゃんとします。はい、うん、うん、美味しいっす。美味しい、美味しい、めっちゃ美味しい。うん、美味しい。いい、完成しました。さっきからたっぷり入れて、ちょっとピリ辛で食べるの美味しいっす。うまい。うん、結構入れた方が美味しいっす。そうですね、うん、すごいな、うん、皮も美味しい、これ。あと食感がすごいね。このポン酢って味強いじゃないですか、いわゆる、うん、負けてないですよね、身が、うん、そうなんですよね、うん、ちゃんと後からフグの味が輪郭を表してくる。洋食だとこのポン酢大丈夫かなとか思っちゃう。負けちゃいそうですね、うん。このタンパクさ、若い人わからないですよ。油の乗ったお魚とか、うん、マグロとか、うん、この繊細な感じがいいんですよ。これだけ贅沢食いで3枚とか、うん、うわー、いいっすね。行った方がいいよ。3枚いっちゃう。次週、次週の2本ですね。はい、今回2本です。今である。美味しいですね。うん、美味しい。5枚いっちゃいますか。うん、5枚いこうよ。うん、いいね。わあ、行くね。5枚はなかなかだよ。で、綺麗に薄く引いてあるんで、うん、重ねても美味しい。わあ、うわぁ。うん、YouTuber だ。うん、こちらの主力は今日は天然ですからね。ありがとうございます。そちら、正面ですか。わぁ、一緒入れますね。あ、ありがとうございます。ここを食ってて、ここからこれ食べたいんですよ。いいですね。ちょっと今エロですね。美味しい。開いて、ここ、あー、それがいいと。これですね。どんな動画で。最高っす、最高。うまいっす、うまい。僕、チビチビが好きなんですよ。ここ、あ、ついてください。それ、エロいっすから、マジで。うん。ほら、そこからプチって、これがめっちゃヘラしいんですよ。エロい映像になりましたよ、これ。これめっちゃ美味しいよ、うん、こうやって、うん、僕こ、ぶつ切りにするこの中のやつをチビチビ食べるのが大好きなんですよ。そういうこと。はい、皮じゃなくて中をだけを食べるの、それがうまいんだよ。こういうまい。来ましたよ。フグを食べる生活したいっす。僕がこの綿をいつでも食べれる生活がしたいっすね、はい、めっちゃうまい。スダチとかいらないよ。他の人はぶつ切りにして食べるのかもしれないけど、僕は中だけを。皮ってやっぱり皮なんですよ、うん、つまみでいいんですよ。中はもう真実しかない。味濃いっすもんね。味濃いよ。昆布だけなんですね。あ、そうなんですよ。これ大事です、はい、僕、だしに味付けて、僕ふるさと納税食べたんですよ。全然美味しくない。そうですよね。昆布だけはめっちゃ味出るんですよ。そうですよ。しかも昆布も今一瞬にしてる。これあるんですよ。いや、楽しいな。今日の夜何起きんだろう。無事で行きましょう。無事で行きたいです。ちょっと待って。でしょ。なんかもう頭がパニックになる。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ。これ食べられてくださいね。もうちょっとシャルシャルしてみて。見ました、見ました。こんな最高でしょ。シャブシャブですよ。うん。なるほど。おいしい。身がやっぱしっかりしてますよね。
閉まってるんですね、やっぱ。うん、もう、これ今どんどんいい出汁出てるんですよ。めっちゃ美味しい。これ最後雑炊やばいです。わはい。いやこれはめっちゃ、こんなに白子用意してくれるんです。めちゃめちゃふくよかだよな。味はストレートですよ。その雑味は全くないじゃないですか。もう、なんていうか、もう、まっすぐ。まっすぐ短距離で美味しいになるんですよね。この世で一番うまい。他に、うん、あの料理じゃなくて食材といったらすぐですね。まっすぐ右来た。半唐揚げ。あれなんだ。はい、失礼いたします。唐揚げっていいっすよね。うん。うん、うまい。美味しい。頭うまいっすよ。どうですか頭。これそうですよ。レモンちょっと絞って食べると。あ、レモン。あうまっ。何ゼラチンでも味があるんですよ、うん。これ素晴らしい。まあ、フグってすごいっすね。うん。フグとスッポンだけ違う食材だと思ってる。うん、ありがとうございます。うわーうーわうーわ、もう。あら。うん、うん、すんごい力強いです、うん、肉ジビエとかでもそうなんですよ。そうなんですよ。ある種ジビエですね、うん、僕もそう思います。うまっ、締まってんな、ほんと。うわっうまい、おいしい、間違いなくて、ね、間違いなくてんね、はい、この味でわかります、うん、食感がすごい近づい。これもう天然の証です。間違いない。うん、タクシー運転手に、うん、チャンネル名教えとけばな。こんな食感と味って風味がないんだよ。うん、天然の風味しかないんだよ、うん。この骨の周りをチパチパして食べるの好きなんですよ、僕は。大人のおしゃぶですね。はい、おしゃぶ。そうです。こんなに。開けたここ、ガライで。美味しい食い物って世の中にあるんですね。いろんなもの食べてきましたね。うん、この天然の風味の、うん、旨味って叶わないですよ。うん、すごいっすよ、これ。だって跳ね返ってきますもんね。10代の女みたいな。あ、もう、本当に忘れにくいや。この店はおすすめできる。美味しい、うん、マジでうまいっす。あの、みんなが酒に逃げてないんですよね。そうですね。それがすごいっすよね。美味しい。うん、幸せだ。もう、食ってるって感じしますわ。はい、美味しい。やっぱもう生まれてきてよかった。うん、本当にそう思える。最高の昼食だ。ランチ贅沢な昼食ですね。最高のランチですよ。毎日食えるのか、これ。本当に毎日だって、これ2000円で。2000円じゃないから。違う1個違うよ。全部お刺身のお食べとかはね、ちょっと割安で出してますけど、天然のね、少ないですけどね。あ、養殖と天然で食べ比べなんですか。あ、面白いですね。天然のミニとかやってますけどね。だって酒好きの僕ら全然酒飲んでないですもん。もう飯ですね。白菜も出してるんですよね。なる、甘くなります。あ、美味しい。白菜うまいっす。うん、うまい。はい、あとこちら、くちばしが入ってます。あ、美味しいやつ。お鍋で100回使ってますから。最高だね。プリプリになっちゃう。食っちゃいました。あ、うまい。あ、最高すぎだぜ。ゼラチン質がいいっすね。うん、うまいっす、うまいっす、うまいっす。あ、美味しいわ。うまいな。この、結構強いっすよ、このもみじおろしの味が、はい、負けてないっすよ。うん、うまっ。知らない人は高いと言うかもしれないけど、めっちゃ安いっすよ、これ。安いっす。結構量出てきますね。はい、しっかりしてます、ボリュームが。野趣あふれるのに品がある。うん、ペタロじゃないけど、トイレずっと我慢してね。うん、なんか冷める前に食べたくて、うん、特殊ですね、やっぱり。うん、逆に出汁に旨味出して昆布とかカツオとか入れて、そうするとフグ全然美味しくないですよ。そうでしょうね。良さが全然ない。だから先人のせいで昆布だけが一番うまいです。それを知ってたってすごいですよね。本能的に旨味成分っていうのを理解したんでしょうね。
ので気をつけてください。ありがとうございます。で薄塩で出ますから、もし薄塩だったらポン酢で大丈夫です。あ、はい、あ、山口は歓迎あるんですよ。初めて食べないと雑炊はちょっと熱すぎる、これ超優しい。塩しか入れてないんです。塩だけですもんね。マジ一生食えんな。いやマジで極めつけはやっぱフグなんですよ。やっぱあの有名人とかフグ好きな人多いじゃないですか、はい、いろんな美味しいもん食っていくと気付きますね。はい、うん、ポン酢入れるとまた味変わりますね、はい、塩ラーメンが醤油ラーメンになりますね。でもフグ食べるまで何も死んだんでしょうね。そうですよね、犠牲の上に成り立った味っすね。これでもすぐお腹すくんですよ、フグって。腹持ち超悪いんですよ。確かに今日の夜多分絶対みんなお腹減ってますよ。この後何も食べなければですけど、はい、多分ビールとか飲むんでしょうね。飲みますね、はい、家族にも食わしたいけどこの良さ分かんないんだろうな、子供。いやそうなんですよね、子供まだ分かんないです。これそうなんです、てか覚えちゃダメです、こんな。そうですね、まあ、お金稼ぐようになってから。そうですよね。でも味覚鍛えたいんですよね。I gave him this burden. There he goes.